ナイス2ミーチユー NNCTV 今日からはどうぞよろしくね。はい、皆さんこんにちは。 NNC のエレンです。ヨシエです。リコです。はい、今日はハリーポッターの組み分けアプリをやってみたです。はい、アップルストアにハリーポッターの組み分けアプリというのがありまして、はい、それでは早速やっていきましょう。 Here we go。 それでは早速やっていきたいと思います。まずはじめにハリーポッターの組み分けとは、組み分け帽子という魔法がかかった帽子をかぶってそれぞれ4つの寮に分けられます。勇気があるものが集うものが行く、赤がテーマからのグリフィンドール、頭のいい人、秀才などが集まる、青がテーマカラーのレイブンクロー、黄色がテーマカラーで優しいものや忍耐強いものが集まるハッフルパフ、純潔が多くてちょっと気が強い人が多いけれどいうカリスマ性に富んだスリザリーの4つの寮があります。全部ポジティブなんだね。ポジティブ、悪い面もタタ、心が病んでるものがいくダークマターとかNNC あ、それは表面じゃなくてその人間がもともと持ってるその本質で選ばれるから、あ、どんなに今病んでてもなるほどね。あれそこは違うんですね。はい、さっきのやつなんだっけ。ヒキガエルを見なかった。ネビルのカエルが逃げたの。見なかった。あら、魔法やるの。やってみせて。顔出ししてるの。待って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 、ねえごめん、ちょっと待って、待ったんだけど。もうじゃあもう CG でここに入れなくて。待って待って、字幕のマス。じゃあ画像どうだ。字幕でやるよ。やばい、待ってない。スリザリンでレイブンクロー、レイブンクローでした。まあね、なんかなんだろうね、面白いよね。そうだね。あのね、 USJ では組み分けはできないけどね、世界に入り浸ることができるので、この3人で USJ に行った時はそれぞれの組の色のローブを買いたいと思います。はい、面白いね。皆さんもハリー